こんにちは。さっきエアコンつけたので暑いです。今日もメイク配信をしていこうと思います。今日もっていうか、まあお話し会の時は基本的にメイク配信をしていこうと思っております。あ、ジョージさん、ビギナー、ありがとうございます。外涼しいんだ。熱い覚悟でいた。暑かったから朝起きたら。ね、お話し会久々ですね。やったん。レピューレピュー。一旦リップだけ。初お楽しみだ。嬉しい。昨日より涼しい。昨日はどんなだったっけ。え、昨日も暑くなかったですか。昨日も暑かったよね。確かになんか晴れてはない、太陽出てない気がする。あんま4部5部今日は完売していただいたので、たくさんの方といっぱいお話しできるんじゃないかなと思います。気合を入れてメイクしていきます。久々のお話し会。でもちょっと暑くて動けないかも今。暑い。ニキビが映ってる。やめて。結構大きくない？気づかなかった。昨日なかった気がする。おかしいな。一昨日はなかったですよね。一昨日配信したけど、一昨日あったっけ、ここのおにぎり。こんな映るほどなかった気がするけど。ね、なかったですよね。目かゆい。マチパいつ行こうかな。よろしい。コラボ見てたから今起きました。おはようございます。私も海の始まりの TikTok、 海ちゃんが可愛すぎて一生その海の始まりの TikTok を見てたら寝るの遅くなっちゃった。可愛すぎた。 TikTok でたまたま多分海の始まりが流れて、あ、可愛いってなってそのアカウントに入り見てた。本当に可愛いよね。あのさ、大奥に出てたみたいなんですけど、私が見たやつに出てたかな。そう、可愛かった。ちゃんとね、今のところ終えてるので良かったかなと思いますね。はい、今でもまだね、新宿野戦病院がまだ最新見れてない。みくりんさん出てるんですよね。思いまして、と思いまして、楽しみにしてます。今さ、TVer のやつ見ててさ、
あれ最近青島くんは意地悪見てないから1話飛ばしちゃったかなって思ったら過去のやつだった。前回のやつですね。これはもうお気に入り外しとこうか。これ前回のやつだよね。あれ前回ですよね。あれ今回のやつ、あれ。じゃあ合ってるか、いいね登録しといた。あれ久々、あれ、あなるほど、オリンピックで放送なかった、なるほどね、久々だから。前回のやつ私もう最終回まで見たのかって思っちゃった。危ない、よかった、ちょうどだったのか。じゃあヒューストンに行ってる時に見逃したかと思っちゃった今一瞬で。いやそんなことないかって思って、ちゃんと見たよなとか思ってたら危ない、よかった。香港のタテさん、ありがとう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 ございます。ここです、ど真ん中。香港のタテさんありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。初参戦なんですけど、なんかアドバイスないですか。話し会かな、なんだろうな、初めてだもんね。でも今日初日だから、なんか例えばなんだろう、何で好きになってくれたかとか、あとはまあ誕生日後初のお話し会なので、誕生日おめでとうとか直接言ってくれたら嬉しいなって思いますね。でも結構好きになってくれたきっかけとかは、応援しようと思ったきっかけとかは興味深いです。はい、ですね。ね、本当に久々ですよね。2ヶ月ぶり、約1ヶ月半ぶりぐらい。確かにヒューストンの話題も確かに、でもヒューストン、まあ、どうだったとかはあるかもしれないけどさ、やっぱ来てくださってる方って本当に限られてるから、前に過去にヒューストン行ったことある方とか、どこどこ行ったとかはあるかもしれないね。本校は見てないです、怖くて見れないです。私めっちゃ髪色明るくなった気がするんだけど、それ毎回言ってるか、毎回言ってるってことは別に明るくなってないのかな、なんかめっちゃ明るくなった気がする。明るく見えるよね。でもこんぐらい明るいの好きかも。結構もっと明るくてもいいんけど、でも明るすぎるとやっぱプリンが目立っちゃうから嫌だよね。ま、もう間もなく行きます多分。まあ確かに自然光のせいはあると思う。私結構髪明るいの好きかも。なんか過去の黒髪の写真とか見ててもちょっと明るいぐらいの方が個人的には好きです。まあ黒髪が好きっていう方もいっぱいいると思うんだけど、なんかやっぱ髪がちょっと明るい方が、その真っ黒じゃなくてちょっと明るい方がなんか子供っぽくない気がする。まあその時のメイクとかも相まってだと思うんですけど、そうだなーって思いました。なんかめっちゃ別にめっちゃ明るい、ここまで明るいのがいいかって言われたら、まあ好きだけどこんぐらい明るいのも、だけどちょっとだけでも明るい方が私は好みだね。です。なんか金髪とかまでいっちゃう、ブリーチとかまでいっちゃうと、なんか肌の色が結構
そう、一人でいる分にはいいんだけど、メンバーと並んだ時の肌の色がなんかくすんで見える、くすんで見えるっていうか暗く見えるから悩みどころだよね。一人だけ、一人の話だったら、ね、いいんだけど、眉毛の無加工が気になります。どういうこと？今生えてないからってこと？メイクし早くしろよって話？ビセルのスタイリング好き。でもあれはさ、もうさ、メイクも込みだよね。やっぱ自分じゃできないメイクって感じだよね。髪色もそうだけど、いやラブロケね。ラブロケも、まあ、ちょっと明るいよね。髪の毛ストレートが、ストレートおろし、最近ストレートおろし、結局なんか1週、いや3週ぐらい回ってストレートおろしが好きですね。だから今シングルは MV にどれもストレートおろし入ってます。ストレートおろしじゃないあのあれもあるけど、3作とも全部、うん、ストレート入ってるね。なんか個人的にはその絶対アイドルやめないでの MV でベレー帽のストレートは決めていただいたんですけど、あの制服の方は、白セーラーの方はなんか、まあまあみんな落ち着いた感じ、みんな落ち着いた感じでって言われて、ストレートがいいんじゃないって言われてストレートにして、でもそのストレート、その衣装の方のストレートがっていうよりか、その白セーラーの時のストレートが私的に好みで、好みっていうか、まあ写真が漏れたっていうだけなのかもしれないんだけど、そう、そこからあの仲直りシュークリームで、ストレートにしたのはツイン系にしようと思ったんだけど、ツイン系が多すぎる、絶対に多いから変えてって言われるだろうなって思って、もう前もってそうストレートにして、で、海とレモンティーはなんか最初ストレートにする予定なかったんだけど、実際 MV で使われたところはそんなにほぼリップシーンしかって感じだったからあれなんだけど、踊ってる時のダンスシーンが、あの好きじゃない方の顔、こっち側が多かったから、あ、じゃあこっちを隠せる顔にしようって思ってストレートおろしにした。あえて全員ツインにして、いやでも実際変えてって言われたメンバーもいるからよかったと思って、前もって変えといて。そう、結局使われたところはあんまダンスシーンの寄りとかはなかったから、別に多分何の髪型でもよかったんだけど、まあね、それはね完成してみないとわからない話だからね。ダンスこっちの顔が多いんです。変えて、そう変えてって言われがちなんですよ私。そうだからなんかそこでなんかあって自分が一番いいと思って送った髪型をもう一回考え直すのがすごく私は嫌だったから、どうせ言われるだろうっていう気持ちでそうやったけど、まあ、実際言われてるメンバーもいたからまあよかったって思ってます。メイクしなきゃって思ってる。30分だしね。うん、そうだな、多かったしね実際ツインテール。
構私はなんかツイン系にすると変えがちなので、なので基本的には自分の好きな髪型というか、これでいいですかって送って、いいですよって言われてその髪型をすることが多いんだけど、そうなの。ツインはだからなかなかないかも、あんまり似合ってないのかもしれない。メイクしなきゃ。まださ、でもまだまだなんだけどね。やっぱお昼時の方がみんな見やすいよね。っていうね。クリップ、クリップとか言うの嫌だな。羽ピン。事前審査、審査っていうか、まあなんかその、やっぱみんなツインテールとかだったら、ね、ちょっと作品としてみたいな。まあその人の雰囲気、はい、今日はシナモンです。その一人一人のメンバーの雰囲気とか、洗剤でツインにしようと思って、洗剤の当日ツインもまでもうこうやってもう巻いてこうやってやろうとしたタイミングで、あ、ツインなしでって、あのおろししか残ってないからって言われる時もあるから、そうもうこう覚悟を覚悟はしてるかなって感じで、そう明るいよね髪。そうなの。やっぱ洗剤はやっぱ洗剤でみんなツインだったらちょっとどうですか。まあちょっとだけさあったけどね、色ピの時は。でもそれは表題じゃないからあれとして、そのそういう全員ツインテールってコンセプトじゃなかったら全員ツインは結構やばいよね。そう結構その髪型とかはまあ早い者勝ちというか、髪飾りは結構早い者勝ちみたいなとこあるよね。早い者勝ちっていうかもうなんか「はい」と「奪い合い」とかそういう話じゃなくて、なんかフィッティングが終わってどうするみたいな時間があるんだけど、そうだからフィッティング順みたいなとこあるよね。だから今回はベレー帽、あのめっちゃ好きだけどそのベレー帽誰もいないんだけどみたいな、どうってそう言われて、あじゃあベレー帽でみたいな感じ。ベレー帽がいいですって感じじゃなくて、ベレー帽今のとこ誰もいなくてみたいな、もう最後の2人とかだったのかな。そう、そうなんです。多分誰かベレー帽がいたら私はベレー帽じゃなかったと、うん、でも見つけやすいんじゃないですか、ベレー帽遠かったりしたら。あのさあれもそうだったと思う、マリーン賞あんちゃんベレー帽だったと思うんだけど、あれもベレー帽誰もいないんだよねってあんちゃん言われてて、ベレー帽になった気がする。もうさ作ってくださってるからさ完成じゃないにしろね、トリガーもベレー帽ですね。あれはどうだったかな、忘れちゃったな、どうやってベレー帽決まったんだっけな。結構ベレー帽の講師だよって説明しやすい、おおなるほどね。その自分が見つけやすいとかそういう話もあるけど人に言いやすいっていうのはあるかもね。あのねザ・フィフスのベレー帽は覚えてる。ザ・フィフスのベレー帽はその衣装のフィッティングじゃなくてジャケシャの方のフィッティングを先にしてたんですよ。別日でね先にしてて、で私はジャケでベレー帽をかぶりたいって思ってたんですよ。
そしたら自分が最後だったから、もう3人いるって言われたの、ベレー帽3人いるからダメって。そうだから、あーそっかーと思って、そうさすがに4人目はやばいよなってなってしかも並び的にどのいう並びになっても隣にベレー帽が来ちゃうみたいな、ベレー帽ベレー帽の並びになっちゃうみたいな。そう、あちょっと確かにそれはちょっとと思って、じゃああのその洗剤の方、そのダンス衣装の方ベレーにしようみたいな言ってくださってベレーになった気がする。そうあのね、黒の可愛いんだよね、めっちゃ多いの分かるって感じ。そうね、そんな感じで決まった気がする。ウォンチューウォンチューは指原さんに決めてくだ、指原さんが決めてくださった気がする、気がするっていうか指原さんが決めてくださった丸そう、なんかそれぞれなんかベレー帽はベレー帽でもなんか一個一個こういろんな出来事があってのそれですね。確かでもトリガーもなんか誰もいないからって言われた気がするんだよ。そしたらまさかのあんちゃんもベレー帽だったみたいなあんちゃんはんベレー帽どう思いますかって言ったのかな、なんか二択で悩んでた気がする、忘れちゃった。で翔子いるけどって言われてみたいなこと言ってた気がする、そんな感じだった気がするな。そう一個一個なんかベレー帽がいいですって言ってるわけでもないし、かといってそのじゃあ翔子ちゃんはベレン帽でって言われたわけでもない、一つ一つの思い出がありますね。そう、そんな感じ、そんな感じです。一個一個にねあるんです。え、あとベレー帽の衣装あれないよね、なんだっけ、多分言ったよね、ここ最近が多い感じ。こんな感じです。どっちかというとベレー帽は好き、ベレー帽は好きです。でもカチューシャとか好きかも、あんまないんだけど、大体みんなカチューシャも人気だから何人もいるって言われちゃって、私なんか多分あんまり最初になることがないフィッティングでうん、あんまり最初になることがなくて、そう結構カチューシャが好きなんですけど、大体あもうカチューシャいるって言われてることが多い気がするなんかまあその時の髪型もだけど、髪型どうしようかなって、洗剤どうしようかなって考えたりしてるから割れるけど、最初は誰からとか決まるという決めるとかあるの、だい、え誰って決まってるわけじゃないけど、あのそのなんかまあ大体いつもこんな感じだよねみたいなのある、あの集合時間みたいなさ、その大体しょこりさは早い便とかなんかあるんだよね。いおりも結構早い便だね、よりは自メイクの時は早い便な気がする、メイク丁寧にしたいからね。そうとかなんか大体決まってるというか、あの大体なんかなんていうの、大体一緒な気がする、まあ、全員一斉にねフィッティングもある。そうその時によってレコーディングとかは最近はそんなことないけど、あの誰々はいつも遅い時間だよねとか、誰々はいつも早い時間だよねとかはある、あった。でも最近はあんまりバラバラな気がする、バラバラというか、私が、まあ、一番最後とかないんだけど、絶対にあの下から最後から4番目ぐらいの時は
あ、ゆっくりだ、珍しいってなる。だいたい1番か2番か3番だった。そうなんです。17枚目はみんな一斉だった、バラバラ。どうだったかな。あ、一斉だったかな。なんか半々の時もあれば333みたいな、334みたいな時もあったり、結構本当に時によって違うんだよ。朝担当、いや朝声出ないんよ本当に。しょこちゃん夕方の方が声出てるねって、声出てるねってか、朝苦手だよねってレコーディングの人には言われてたんだけど、やっぱマネージャーさんには朝早いの強い人って思われてるから、思われてたから、そう早い時間が多かったね。いくら早く起きてもなんかやっぱ起きてる時間が違うんだろうね、夕方の方がね。でなんかそのいくら早く起きてもなんか、え、なんか何時間か前に起きたんですけどみたいな、6時なんかさすがにね、朝の6時とかはないからあれだけど、6時間前ぐらいから起きてるんですけどみたいな時もなんか声出てなかったりとかしたりするんだよね。そうだからなんかたまにそのそれをボイトレの先生に言ったんですよ。したらたまにその歌手の方でもなんかその時間帯が声出やすい人とかいるみたいよって言われて、まあ私はそんなそのわかんない、その自分で感覚がないからわからないんだけど、なんで出ないんだろうみたいな感じそのだったから、そうでもそういう人がいるんだと思って、気温とかなのかなわかんないけど全然わかんないけど、なんかだからなんか例えば歌番組の収録とかもあの夕方っていう風に決まってるっていうかがいいっていう歌手の方もいるみたいな話を聞いた。体内時計、そうどうなのかな、なんかわかんないけどそうなんだと思って。でも最近はなんかそのやっぱ早い時もあるけど遅い時もあるからいいです。まあとびっきりね朝が早いわけじゃないんだけど、まあね昔の方が決まってたかな、結構順番レコーディングも順番まちまち、順番そうだね、まあ大体はあの決まってるけど、やっぱ大体は決まってるけど、でもまあなんか絶対に1番か2番か3番っていうわけではなくなったかな、うん最近は。ポンポコポンポコ、自分が何番目とか、あ全員に送られてくるの、全員で誰々は何時、誰々は何時って、誰々はっていうか何時から何時、誰々何時から何時、誰々何時から何時、誰々みたいな感じで送られてくるので分かります。ですね、そんな感じで、あそうだ TikTok 上がったんだ、4人で撮った TikTok が上がってます。キアラとアンちゃんとひとみと私です。ぜひ見てください。ひとみと多いね確かに。でもあれいつだっけ、あの衣装着たのいつだっけな、あの鹿の子の子の子がの方が後に撮ったやつだと思う、割と即出しだった気がする、次の日とか次の次の日とかじゃなかったっけな、あれそんなことないか、それはないか、でも割とすぐ出した気がする。
5ヶ月ぶりのお話し会は楽しみましょうね。ピンキーだからティフで撮ったのかな。ああそうかも、そうかもそうかも、ティフだったか。そうかもです。よし、なんかめっちゃ遠目で見てたけどさ、大丈夫そう？まあいいか、まあまあだったな、だったなとか。まあまあ、お昼ご飯まだ食べてないです。配信終わったら食べます。配信終わったらお話し会準備して、時間があったら食べます。時間がなかったら会場で食べます。よし、チョコちゃんがメイク配信してるとお話し会の日だって実感する。そうですよ、お話し会の日なんです。大体ねメイク配信してる時はお話し会の日なんだ。この前にお仕事が入ってたりすると、あの配信できなかったり変な時間だったりしがちだけどね。でも結構入りがちだからそういう時もあるかもね。ニキビちゃんします、消しました。あ、消えた。ニキビちゃん、でもやっぱ昔、昔っていうかちょっと前よりかはそのショールームする時間が短くなってるから、やっぱお話し会とかでいっぱい会いに来てくれたら嬉しいですね。うん、インスタライブはしたいけど、その今日はしないかな。で、大体サイン会の日、シングルのサイン会の日がインスタライブしてるからバッてやりがちなんだけど、今月、うわ今月どうだろうか、やる、うん、どうだろう、メイクめっちゃしてたらやるかもしんない。わかんない、今日はショールームかな。眉毛、今日の髪型まだ決めてないです。何がいいですか。後でね、その髪飾りを選ぶときに決めるけど、なこちゃんからガゼルドラマ今日から始まる。そうだ、18、私さ7月の18日だと思っててさ、ずっとさなんかうんって、まだみたいな、いいねやってんのになんで出てこないんだろうって思ってたけど、8月だったからちょっと遠い。ゲーマユ、そうなの。あれ見ました、全部。王様に捧ぐ薬指全部見た。なんか最後の終わり方イップスみたいだったね、という本を書きましたみたいな、なんか似てるってなった、なんか見たことあるぞってなった。いや全然違うんだ、全然話違うんだけど、平行眉、平行眉が好きですけど、ちゃんとなってるかは分かりません。なんか表情的に私こうなんか眉毛が下がりがちなんだよね、こうなんか難しいですね。だから
眉毛下がっちゃう。そう、王様に捧ぐ薬指見た後に、あの TVer でビリオンスクールが最新で出てきて、あの同じ役かと錯覚してしまったよね。なんか似てないですか、なんかそのなんていうの、王様感、そういうの私結構混じっちゃうタイプ。だからなんか同じ、何の時だっけな、同じ期間のドラマにあの同じ俳優さんとかが出てたりすると、え待って出てあれみたいな、キャラがごっちゃになっちゃう時あるね。あのなんだっけ、イップスにも出てた方、いつもさそのなんだっけ名前、いつもあの馬っていう感じと矢っていう感じが入ってる方、役者さん、あの方がちょうどその期間、イップスの期間にそのドラマと、あとなんだっけあの、あなんていうドラマだったっけな、あの4人の大学生がその事故を起こしちゃってみたいなドラマ、起こしちゃってなんかそれを弁護人みたいなそれが同じ期間にやってて、確かそうで、あれ待ってみたいな、さっき私 TVer あの結構一気に見るタイプだから、あれもさっき見たドラマあれみたいなになった。でも役柄が全然違ったからまだあれなんだけど、すごいよね、同じドラマ、同じドラマじゃない、同じ期間にさドラマ出るの。本当にさ左の方が眉毛濃いんだけど、塗らなくてもさ、こっちはさ描かなくてもさ形がちゃんとあるんですけど、一応形がないからなんかもうみたいな眉毛になっちゃう。顔と名前覚えられないとドラマ見るの難しくない？あー難しいかも。でもなんかその方は、矢本さんはあの見た、なんか調べちゃった、あれさっきも出てたよなと思って調べた。すごいなんか私がここ数年スークール、あの本当にドラマが好きになったから、あの本当にもう本当にそう出てる方、あ何とかに出てた方、あ何とかに出てた方だっていうのが多くて、あの王様に捧ぐ薬指も何なんか、あ、待って、なんとかに出てた方だってなったんだよねが多い、そういうのが多いです。でも何に出てたか全然思い出せない時もある、何に出てたっけってあのさ、みんな見てる、見たかな、その昔のあれだから、昔のドラマだからあれだけど、王様に捧ぐ薬指はそのそっちの方が前なのに、あ最近ドラマ出てる方だとかなったりするんだよね。そうごっちゃごっちゃごちゃになっちゃって、そうネギかわいいよねすごいよね、いろんなドラマ、なんか台本ごちゃごちゃになんないのかなそこの心配いや本当に思う、台本ごちゃらないのかなって思うよね。ごめん LINE した、 LINE じゃないです、すいません、あの全然 LINE じゃないです誰に、間違って多分他の人に LINE してると思います
メールが、でもメールってさ、私さ基本的にめっちゃ大切なメールはあんま来ないんだよね。なんか何あのなんかなんていうのマガジンみたいな、どうやって解除するんだろうそれみたいな感じのが多いかな。そうメルマガ、なんか何回あのなんか来ないでくださいってやっても配信停止はこちらって書いてある。なんか一生来るんだよね、そのなんか迷惑メールにしても迷惑メールに言ってくれないんですよ。で今メール来たのにさ見れない、なんか既読になってるんだよ今来たのに。なんで？配信登録解除あったあった、知らなかった、そうなんだ。感謝すぎる、これは感謝すぎる。そうなんだ、知らなかった、これ全部やりまくろう。全然知らなかった、めっちゃ来るなって思ってたんだよ。配信を希望しない、設定する、変更しました、できた。だからさこれさ迷惑メールにしてもさ来るんだ。でもこれさ、これさ全部さやんなきゃいけないのかな。フロムが違ったら違う人ですよね、相手。ちょっとめんどくさくないそれ。ちょっとめんどくさくないそれ。同じ、例えばそのイコールラブからメール来ます、イコールラブだけど、イコールラブファンクラブから来てるのと、イコールラブグッズから来てるのと、イコールラブメンバーから来てるのみたいな、なんかそういう全部さフロムが違うわけよ。それって全部変えなきゃいけないのかな。そイコールラブが全部なくなったわけじゃないのかな。あーちょっとそれはめんどくさいかもしれない。それはちょっとめんどくさいかもしれない、かもしれない。アドレスだと思う。え、これアドレスなん、アドレスとかわかんないんだけどさ、フロムって書いてあるとこはアドレスなんだよねこれ。あーちょっとめんどくさいかも。来たらやればいいか。あーそうね、来たら随時やって。よし、アイメイクしまーす。それはちょっとめんどくさいよね。中にマジでなんとかダメ、メール混ざってるから注意。いやそうだよね、私聞いてください、本当にさ、あのさびっくりしたの、アメリカに行ってた時に、着いた時ぐらいにメールが来て、あのなんか1万何千円、そのなんとか銀行からなんかあれですけど合ってますかみたいな、合ってますかっていうか、えみたいな、私そんな使ったみたいな。でその使った日時を見ると、私空にいるの、空にいる時で、えみたいな。一瞬さそのアメリカ価格でそんな高かったのかなって思ったけど、いやそんなことないよなって思ってよく見たら空にいる時で、多分あのなんていうのなんとかメールみたいな、なんか
その詳しくはこちらみたいな、押したらやばいみたいな、そうやつだった。危ないそんな使ってたっけと思って。しかもさ、なんかそのなんか8万とか9万とかだったら嘘やんってなるけどさ、そう1万円だった、1万いくらとかだったの、1万何千円とかだったから、そうなんかアメリカってそんな高いっけみたいな。サンフランシスコでさ1回さ使ったんですよ、あの飲み物を買ったのし、自分のだけじゃなくてサンさんの飲み物も買ったから、えそんな高かったのみたいな。でその後そのサンフランシスコからまた飛んでヒューストンに着いたその日に来たから、え待ってそれそんな高かったのかなって思ったんだよね。そういやで5000円5000円みたいなそうあの莫大に高かったらあれなんだけど、なんか嘘やんってなるけどね、その1万円台で自分のだけじゃない買い物をしてる時ってマジってなって、しかもそれがなんかそのもう見るね、消したか忘れちゃったけど、なんかねあれみたいな感じだったんよ。なんかそうだ、あそろなんかそうかもみたいな、なんか海外なんとか書いてあったのかな、忘れちゃったけど、そうだけどよく見たら使った決済日時みたいなところが、私空の家、空の家じゃない空の上やんってなってなって、待ってこれは嘘かもしれない。でもさそのなんか空の上にいたとしてもさ、そのさ定期的なさものは引かれるわけじゃないですか、あの携帯代とかわかんないけど、だからなんか一瞬それも考えた上で、いや待って1万4000円のサブスクなんてやってないなと思って、4000円だったか忘れたけどそうなって、これは嘘だってなって、そうこれは偽物だってなった。でアプリの方でもその銀行のやつやったけど、その昨日の出来事ってまだ下ろされてないから、あの分からないんです、分からなかったんだよねその時点では。でも絶対嘘だと思ってなんとかなった。うん、一回さ止まったんですよ、使いすぎた月があって、カードがその時メール来てたんよ、あれも偽物だったのかな。でも一回使えなくなったの、スイカもチャージできなくなったの。だからなんかその、まあ、一概に全てが違うとは思わないけど、だがしかしそうなんか止まった上限だったのかな、そうなんか止まったっていうか上限に達しましたみたいな。そっから引き上げたんで、多分その10代20歳までの上限になってたのかな、忘れちゃったけど、そうだからそこで変えて上限を上げたんだけど、そうそうなの、スイカ使えないの結構やばいからどうしようと思って、その時もメール来てたから、なんかそのまあ疑うことは大事だなと思うけど、なんか止まったら大変、止まったら大変です。そう昔ねそんな話もしたはず、本当にね、本当にねって感じだよね。
ロムがわけわからん、アドレス、いやアドレスじゃないの、なんでなんだろうね、あれアドレスじゃなくって、そのイコラブもアドレスじゃないじゃないですか、イコラブオフィシャルファンクラブみたいな名前じゃないですか、イコラブも。だからなんかそういう名前だったの、そういう名前だったから一瞬あれそうかなってなるじゃないですか。そうで、でもなんかそのさアドレス検索みたいなのができるじゃないですか、その今までにこのメール、ここのところから来たやつを表示するみたいな、過去のやつをっていうのを表示するをしようとした時にその出てこなかったんですよ、出てこなくて、あれ私今までそこからメール来てたのにえみたいな、そのイコラブで言うと今までイコラブからグッズのお知らせとかメールいっぱい来てたのにアドレス検索したら出てこないみたいななって、まあそれも怪しいポイントだよねそんなのをさヒューストン着いてすぐやってるわけですよ、困っちゃうよね本当にね本当にテンパるよねやっぱ。テンパっちゃうよ。だって海外でさカード止まったらどうしようって思うじゃん。まあなんとかなるだろうけどさ、その周りにスタッフさんもいるしメンバーもいるしだからさ、あとでペイペイで送るねって言えばいい話なんだかもしれないんですけど。そうなんだが、ちょっとさせっかく持ってってんのにさ怖いじゃん。メンバーペイペイ使ってる、え、あのメンバーのためにペイペイ入れたと言っては言ってもいいぐらい過言ではない、言っても過言ではないぐらい、メンバーとご飯行く時ってやっぱ誰かが代表して払って後でペイペイ送るねみたいな文化になって、そうだからちょっとキラキラ入れよう、だからペイペイ入れた方がいいなってなって、私は現金で渡す派だったんだけど、その場でペイペイいいなってなってめっちゃお腹鳴った、ペイペイにした。メンバーのために iPhone にしたと言っても過言ではないもんね。あ、メンバーのためにというよりかは、まあ、仕事のためにかな、仕事のために iPhone にしたと言っても過言ではない。私はもともと Android 民だったんだけど、あの本当に全てがエアドロップになってて、そっからそうエアドロだったから、そっからね、やっぱ時代は iPhone だってなってそうなの、 Android にしました、間違えた、 iPhone にしました。やっぱね周りと同じ機種の方が、機種っていうのかな、周りと同じやつの方がやっぱこう使い勝手がいいというかね、そういうのはありますよね。なんでみんなそんな iPhone だったんだろうね、逆に言うと。そうね、エアドロは常に切ってますか。エアドロってさ常に切られてないですか。なんか最近そうなったくないですか、10分間だけ近くの人みたいな。なんか電車とかのなんかがあってから
そういう仕様になりましたよね。ね。ですね。私もね、変なのは来たことないんだけど、おもろい画像が送られてきたことはある。なんか吹いちゃうようなおもろい画像がその送られてきたことはあるね。多分それでなんか 誰だって分かるようにしたんだろうね、その人は、送った人は。すぐ消したけどね、消したっていうか受け取り拒否みたいなしたけど、さすがにね。そう、知らない。そしたらいたずら、電車で。その昔ね、昔その10分とかがない時、いや面白いって言っても多分その載せれるようなあれじゃないんだけど、その有名人の方のあの左右反なんていうの、反転の画像みたいななんていうんだ、だから絶対載せれるようなものではないんだけど、面白かった。なんでこれ送られてきたってなった。あ、ほくろになっちゃった。最悪、ほくろになっちゃった。ペイペイってさ、なんか通知来なくないですか？なんか送ったよって言われてさ、気づくない？私それ嫌だからさ、 LINE で送っちゃうんだけどさ、私が拒否ってんのかな、通知。こんな感じ。アイライン、うん、 LINE が分かりやすいよね、届いたなって。そうして欲しいなこっちの設定の問題なんだろうけど、私は送っちゃう。 SNS で送るみたいなやつで送るよ。お腹すいたな。昨日久々にご飯ですよ食べたんですよご飯ですよ食べたんですよ、やばい、ご飯ですよ食べたんですよね、うん、パスワードなんて絶対したことないんだけど、そう、美味しくてご飯ですよ。私多分ご飯の上にかける系、ご飯ですよとなめたけが二強な気がする。みんなは何が好きですか、ご飯の上にかける系のやつ。何が好きですか、
明太子食べるラー油いいよね。それもいいよね。うん、あ、納豆確かにいいね。よいしょ。あとチークハイライトやったら終わり。ご飯でし味変わった気がする。嘘、どう変わった、あんま分かんない。ご飯でしようとなめたけ2強だよな。多分一生食べれるご飯、多分ご飯嫌いな子とかでもそれがあれば食べれるみたいな子いそう。ほい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 。チーク完成。よし最後、カーズシャドウとかやってないけどシェーリングもやってないけどやるか。お腹すいたな。食べたい。よし、やるか。シェーリングとかいろ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 。ご飯食べる時間ある人、まあ着いたらあると思うから。どうしよう、もう夏だからさ、回収されるの早かったりするんだよね。行った時に昼ご飯なかったりするから、夜ご飯になってたりするんだよね。夏は早いんだよ、ダメになっちゃうからね。家で食べたいけど、今日はさ、その無敵クラスに多分キアラが出てないからこの時間に配信できる。いつもあの日曜日は45分までなんだよね、12時半までやろうと思ってます。帰ってきてからもやるからね。よし、いい感じ、完成。髪の毛はついてからやります。何の髪型がいいですか、何の髪型がいいですか。あ、クラゲとかちょっと難しいのでできないです。なかなか難しいです。ストレートおろしこれでいっちゃうよ。まあちょっといい感じに、いい感じにします。あと10分ぐらいで終わろうかなと思います。私は何時に家を出るんだ、なんか久々すぎてさ、いつも何時に出てたっけみたいな感じですね。ネイルしたいな。なんかヒューストンから帰ってきて全部外したんですよ、ネイルを。
旦落ち着かせる時期ということで、なので一旦休憩です。爪お腹すいた。オッケー、この時間に出るから大丈夫。準備する。いつまで休憩？いつまでだろう。まあ別にね、地爪でもいいんだが、いつまでだろうな。まあ終電ではやりたいなみたいな気持ちです。気持ちでございます。です。はい。まあまあまあ。いい感じに。フットネイルの写真はあげてないです。もうさ、なんでかわかんないけどさ、もうさ足もさ勝手にさ何も取ってないんだよ。自分で剥がしてないんだけど5本取れてる。10本中5本剥がれてる。剥がしやすいのかもしれないね。海外から帰ってきたらこんなんなってました。1個はね、行きの飛行機で取れたの実感したの。あーなんか取れてるってなったんだけど、それ以外はちょっとわかんない。しかも多分1本は気づいてて、帰りも全部合計で3本だったんだけど、なんか気づいたらもう2本外れてた引っ掛けたのかな、わかんないけど、まあ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 セーフかなみたいな私もまたやり直したいなって思ってます、はい、盗まれたか盗まれたかもな取れやすいのかもしれない。しかも右足の薬指、足の右足っつったか、右足の薬指は一回取れちゃってたの。だからやり直してあのアメリカに飛び立ったんだけど、行きの飛行機それだから多分取れやすい爪なんだと思う。はい、そう思ってます。またやり直します。やばい、お腹がずっと鳴ってる。聞こえてるのかな、わかんないけど、お腹すいた。ちょっとなんか食べていこうっと。なんかさ、でもそのなんかちょっと食べていこうっていうのがないんだよね。なんかそのお菓子とかもなんかアメリカのでも持って帰ってきたお菓子、いただいたお菓子とかがあるんですけど、ちょっとちゃんと味わって食べたいじゃないですか。だからそういうのもなんかちょっとつまんでこうとかじゃない、じゃないです。そうだから、まあちょっと考えてまあいろいろ用意して食べる時間があったら何か食べたいなと思います。はい、ご飯ですよ、ご飯ですよ、好きです。うん、昨日またスーパーカップのカフェオレチョコチップを食べました。めっちゃ美味しい。あれもう本当に大好き。期間限定なのかな、もったいないね。もう大好きすぎてもう定期的に買いに行ってる。今アイスで冷凍庫がパンパンです。珍しく。なんか勢いで買うんだけど、めっちゃ3つとか4つとか一気に買うんだけど食べないからパンパン。やばいよね本当に。
昼ご飯アイス、いやいやそれはデザートがアイスです、さすがにね。アイス屋さんできるぐらい今アイスがいっぱい入ってる。スーパーカップで食べきれない時ある、いやまあ確かにちょっとボリューミーはなのかもしれないけど、気づいたらなくなってますね。やばいやばい。アイス切らしてることあるの？なんか一応お腹すいた時でアイス食べたいなって思った時用でアイスいつも入ってるんだけど、まあたまにかな。夏だからなんかうわーアイス食べたいっていう気持ちの衝動で買ってしまうんだよね。うん、1回に1個です。ただ朝昼晩のデザートで朝昼晩食べる時とかはあったりするけど、基本的には1個です。本当に衝動買いです。私はうん、冷凍庫アイス専用、そんなことないです。だからなんかこういう時にそのこのショールームでいただいたお肉とかをが届いたりすると、待ってやばい入んないってなったりする。無理にでも入れるけど、ストックなんか常にはもう、まあ1個の時もあれば10個の時もある。でも今多分20個ぐらい入ってると思う。やばい時間ね、終わります。箱のアイスとかも2個ぐらい入ってるし、やばいよね。終わります。ランキングタイム。13位、ゆきなさん。12位、たかひろんりーさん。11位、ちびたんくさん。10位、ふくのしそさん。9位、メリダさん。8位、今日のクイズさん。7位、なべさん。6位、たしみさん。5位、ウルトラさん。4位、ゆうさん。3位ヘイブンさん。2位トッシンさん。1位香港のタテさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。2列目、勝利さん、ヤマニャンさん、 P21 さん、リースさん、アンドロメダ焼きさん、ヒロさん、ジュアンさん、ロブロイさん、ウィルさん、にじいろさん、高市さん、ヤッスーさん、ワマさん、ハラディさん、アラメヤさん、ヨシカナさん、トッチャン、バサラさん、ファインゴールさん、ハタミさん、デルファイさん、ラピオさんです。ありがとうございます。たくさんの品木ゲストコメントありがとうございました。ということで今日は久々のお話し会です。よろしくお願いします。誕生日後初のお話し会です。ありがとうございます。たくさんお祝いしてくれたら嬉しいです。また後でお会いしましょう。夜も配信します。ありがとうございました。感謝。バイバーイ。また後で。